はい、タイバームクーヘンです。ただいまですね、三郷団地 UR 土地再生機構ですね、来ております。今度2番街ですね。ここにドン・キホーテがありますけどね、2番街をちょっと回りたいと思います。では今から行きますね。こちら 2-1 ですね、皆さんですね、 2-1 でございます。ぐるっと一周2番街をしていきたいと思います。こんなですね、ところですけども、今今度は2番街行きます。公園とかありますけどね、行きたいと思います。三郷団地案内図です。 2-1 ですね、ここですね、 2-1 でございます。じゃあぐるっとですね、一周 2-1、2-2 と続いております。まあ、行きましょうかね。そこがの2ですけど、まあ、ちょっとね、あれがあるんでしょうがないですけどね、ちょっと行きましょう。邪魔だな。行きます。ここ2-2ですね。ちょっと曲がってるな、下手くそな。これ2-3ですね、皆さんですね、2-3でございます。2-3でございます。 UR はね、かなりなんだろう、しっかりしてますよね。やっぱりなんか清掃の人がね、外部委託じゃないですけどね、委託されて入ってますから、だいぶね、綺麗なあの作りですよね。基本的にそこは 2-3 ですね、右側ですね、 2-3 です。ちょっとこれは普通の通路を通らないとダメなんで、普通の通路を通ります。でそこは 2-3 ですね、皆さんですね、ここは 2-3 です。2-3行きまして、今日はですね、まあ幸いなことにいい天気なんでね、ズドーン、2-3です。ちょっと順々に回りたいと思いますけどね、そこが 2-3、 2-2、 2-1 という感じで続いてますけども、前1号棟はね、もう回り済みなので、今回は 2-3、2を回ります。ここはですね、まあ基本的に結構ね、規模がもうでかい、でかすぎるというかですね、もうそこまでね、全部が全部1回で回れないので、とりあえずね、分けて回りたいと思いますけども、私もともとね、三郷に勤めたことあるんで、ここら辺のことはですね、結構知ってます。結構ってそんなには詳しくないですけど、まあちょっと行きますかね。で本当に、なんだろう、八潮とか、なんだろう、あそこの花畑とかですね、あと足立区にあるですね、あそこに、まあ、似てますね、基本的に。これ2-4ですね、2-4です。ちょっと順々に行きましょう。これ2-4です。正直に回れるかな、いい感じの建物ですね。これあそこのあれもそんな感じでしたね、多分あそこの
栗原の団地もねこんな感じだったと思いますけども、4の22ってすんげーでかいな。4の22こう基本的になんだろう、あれがないんですよね、エレベーターがですねないんで、結構歩くのに大変だと思いますけどね。ちょっとぐるっと回りますけども、そこが2の4でございますね。でちょっと渡って2の3、2の5がここですね。これ2の5でございます。ちょっとまっすぐ行きますね。2の5号とまっすぐ行きます。あら、ああ、2の1だと思ったら2の14でした。めちゃくちゃ多いな。もう一つのね町ですね、本当にコミュニティって言っても過言じゃないですかね。町になってます。完璧なるですね。まあいい感じですけどね。まあ駐車場もねしっかり完備されていますよね。まあそこそこ収入がある人が入るところっていう感じで認識してますんで、2の7ですね。ここはですね2の7、ぐるっとね一周してるタイプですね。これはまっすぐ行きまして、でそこが2の8ですね。2の8です。どこまで回るかな。とりあえず今日はちょっと考え中ですね。考え中でございます。まあちょっとそこ行きますか。狭くなってますけどね、狭くなってますけどもちょっと行きましょう。行きまして、あ、その真ん中通りやがったな。一旦逆方向行ってないんで、ちょっと逆方向もちょっとお見せしましょうか。208ですね、ここですね。208でございますけども、208の色が肌色っぽい、あれですね、お家の色ですね。色分けしとかないとね、やっぱりなんか分かんないなるんじゃないですかね、住んでらっしゃる方も。どこの自分が家なのか分かんなくなっちゃうっていうことが多分あると思うんですよね。と行きましてね、回ったらまたちょっとぐるっと外側から回りたいと思いますけども、まああれだな、
ちょっと今回はちょっと2番街までですね。やっぱりまあ2ずつ1ずつ行かないとちょっと難しそうですね。これは全部回るっていうのはですね、ちょっと厳しいと思うので、ちょっと2ずつ1ずつ回りたいと思います。2-6と続いてますけども、ちょっとぐるっともうちょい来ましたら、木をね切ってらっしゃいますね。2-2、全体かなりですね広めに作られてます。2のところにですね、こんな感じで、2街区って書いてありますね。ちょっとこっちからあっち側にちょっと行きましょうかね。ちょっと回りまして、ちょっと場所がねちょっと寒いですけども、こう歩いたからちょっと待ってね。11がどこだ。変なとこ出ちゃったな。あれが11か。場所がなかなかね、行ける場所っていうのがね決まってるんですよね。ちょっと一回これ下げますか。こういう感じでね、公園がね整備されてますからね、ほんと綺麗な作りですよね。そこの真ん中の通り、ここは何だろうな、これ11じゃないか、ちょっと分かんないですけどね、どっちかな分かんないですけども、行きたいと思います。合ってたね。これ2-9ですね。2-9です。2-9でございます。ちょっとこっち側行きまして、2-9。2-9通学路ですね。
4の15すごいな。4の15がすごい、なんか2階建てですね。小さい建物なってますけども、なんだなんだ小さいんだろう。そこ2の10ですね。2の10 2の11と続いておりますね。4の15ってすごい小さいですね。これですか、左側のですね。まあ今度撮りますけども、なるほど、診療所とかそういうですね、あれみたいですね。診療所ですね。2の11ここですね。まあこんな感じですね。ズラーンとありますね。2の11がズドン。よいしょ。で、そこが。2の12。ですね。ラストか。2の12がここですね。12が、まあこういう感じですね。こういうか、2の13、いきます。13、ちょっとねうまく取れてないかもしれないですからね、ご了承ください。10時か。これ2の14ですね。2の14。じゃあちょっと行きましょう。公園がね、いい雰囲気を醸し出してますよね。もう綺麗な
あれですね、集合住宅って感じです。でもね、電数はね相当立ってるんですよね。リノベーションが大したもんですよね。ここ2の14でございます。まあ、ちょっとねここでエンディングですね。ちょっともう一回後で見直しますけども、一応2番街ですね、2街区っていうんですか、ここは一応14までですかね。じゃあちょっと一周しますね。こんな感じでな、ゆっくり一周しますよ。こういう感じで、こういう感じですね。ブランコがありまして、あるブランコというかね、滑り台がありまして、砂場があって、乗り物のとこですね。まあ、こういう感じが2番街です。滑り台もありますね。はい、どうもありがとうございました。2街区はですね、14号棟までじゃなかったですね。すみません、15号棟までですね。大変恐縮なんですけども、ちょっと回ります。大変失礼しました。2街区はですね2の15までです。2の15がズダーンとありますけども、ちょっと行きましょう。2の15、16までですね、すみません、16号棟まであります。大変失礼しました。結構なですねボリュームですよね。もう一つの足立区とかだったら団地とかのやつがもう束であるって感じなんですよ。基本的に凄まじいですよね。そこが2の16ですね。ここが一応最後の塔になりますんでね、ちょっとぐるっと一周してエンディングにしたいと思います。大変失礼しました。さっきですね公園前でエンディングみたいにやっちゃいましたけども、あそこはまだ14号棟でしたのでね、大変失礼いたしました。ここは最後ですね。本当にこういう感じで、まあ、ちょっとこっち行きましょうか。ちょっと逆光かもしれないですけども、ちょっとこっちですね。はい、それ結局まあ公園のところに出たという形ですね。まあ出た場所とかは回ったところはね一緒でしたね。まあそこがこうあってぐっと回ってここがゴール地点という感じですね。はい、じゃあこれは16で向こうが15ですね。はい、どうもありがとうございました。じゃあちょっとおまけでですね、ここ2の7から2の6とこれ続いてるところですね。ここはですね、三郷団地のところで東武バス、通ってますね。でここでバス停が2の3ですかね。2の3の前がバス停、2の2か2の3ですね、バス停になりまして、そこから乗るとどこ行くんだろう、ちょっと皆さんにですね何行きがあるのかちょっと見せたいと思いますけども、2の6あってで、ちょっとまっすぐ行ったところにですねドン・キホーテが右側に見えますけどね、もともと長崎屋だったんですよ。ここ
長崎屋がちょっと業績悪化して譲渡したんですよね。で結局長崎屋もあのグループですからね、ドン・キホーテのグループですからね。絵が誇ってたんですよ、首都圏ではですね。苦い区って書いてありますね、バス停の名前が苦い区って書いてあります。これは三郷駅とかですね、金町とかですね、行く三郷駅に行くバス停ですね。これですね、 UR の CM でおなじみのですね、敷金なし、仲介手数料なし、更新料なし、保証人なし、トリプルなしですね。トリプルじゃないですね。こんな感じで団地のですね雰囲気がわかるかと思います。ここはバス停ですね。バス停のところの前にこのスポーツジムがありましてですね、でそこがドン・キホーテですね、あります。これ2の2と2の3ですね。どうもありがとうございました。